皆さんこんにちは、マリコでーす。久しぶりです。はい、今ですね、私あの骨を折りまして、ちょっと立ってるのが辛いんですけど今回もシーンのね、シーン1万5000円分をのお洋服やアクセサリーなどを購入したのでレビューをしていきたいと思います。一つ目ですね、今着ているもの全てがシーンになります。はい、一番最初のアイテムはじゃん、こちらのなんて言えばいいの、ハイネックの、ね、ニットでございます。はい、こんな感じにラインが縦に入ってるんですけど、このラインのおかげですごくラインが綺麗に見えますよね。痩せて見えるっていうか、とにかく分厚いんですよこれ。分厚くて透け感もないし、まあ、冬にぴったりのハイネックでございます。最初はねレビューがなくてちょっと迷ったんですよ、これ買おうかなと思ってて。レビューがないものってやっぱ買いづらいじゃないですか。でも買ったら大正解で、はい、後ろはこんな感じです。うん、そしてですね、今このパンツを履いてるんですけど、あんまり見えないですよね。今後ろのねベッドに乗ります。こういうパンツです、コーデュロイのパンツ。はい、こちらゴムのウエストになっててですね、ちょっと見にくいのでこんな感じのこんな感じのワイドな感じのパンツでございます。生地感はもう完全にコーデュロイです。こんな感じの黒のウエストもね、キュッて見せてくれる。はい、次はこちらのコートでございます。今私が着ているコートです。中はこんな感じです。超冬仕様、めちゃめちゃあったかいコートになります。すごい着心地もいいし、ここのね袖のねこのふわーってなってるのがすごく可愛いです。はい、こんな感じです。結構しっかりとしたコートなんですけど、160センチの私が着た時に膝下10センチぐらいかな。でポケットがね上にこうあるんじゃなくて、横からこんな感じに手を入れるようなコートでございます。いや、これは本当買って正解だった。これはもうレビューがなくてすごく迷ってたんですけど、もう正解。もうめっちゃ可愛くないですか。はい、次のアイテムはですね、こちらのアイテムですね。こちらベストになります。こんな感じです。ちょっと着てみよう、上から。本当は白いロンティーとかに着て合わせた方が可愛いんですけど、今日はじゃあとりあえずもこのまま着ちゃってるのでこんな感じになります。なんかダボってしたロンティーとかの方が絶対合うんですけど、今こういう感じだよって見せるために着ています。はい、つぶら柄。はい、あとこれですね、まだタグがついてて、なんやこれ。はい、こちらもベストでございます。着てみよう。なんか今回大正解で、全て思った以上に可愛かった。自分が頼んだやつがさ、うん、はい、ここをね多分こうやって縛って着るんであろうけど、意外とサイズ的には多分そんなにでかくないですね。なんか借用写真っていうかモデルさんの写真はかなりダボってした感じだったんですけど、そうでもないかな。うん、可愛い。続いてはねパンツです。パンツ、こちらもねコーデュロイの、パンツを買いました。こんな感じですね、全体的に。これもね結構シルエット的には結構なんだろう、私162センチぐらい身長があるんですけど、長さ的には本当に引きずらないし、ちょうどいい長さ。ゴムのウエストなので、どんなウエストでも合うし、ちょっと待って、日本語、150センチ、140センチ台の人はちょっと長いかなって感じるかもしれないんですけど、引きずらないと思います、うん、床に引きずらないぐらい、もう超おすすめです。でもこれはポケットがなくてですね、ちょっと不便かなって思うかもしれないんですけど、こういうスタイルにも合わせやすいし、いいと思います。で続いて今私が着ているお洋服も、こちらもまた新しく買ったものです。こちらね普通のインナーなんですけど、白の、でも普通にこのままでもあんまり透け感がなくて、いやないな、全然着れちゃいますね。あと伸縮性も抜群だし、何よりも今冬で寒いじゃないですか、トレーナーとかの下に着ても可愛いと思います。はい、こんな感じです。
いろんなカラーがあったのでね、ぜひ見てみてください。はい、そしてあともう一つアイテム持ってきます。はい、続いてのアイテムはこちらのトレーナーみたいなもんですかね。ちょっと写真で見たのと生地感がちょっと違うなって思ったんですけど、ちょっとね、なんだろうこれは、こんなこういう生地感のお洋服着たことないのでよくわかんないんですけど、でももう色が大正解で、はい、こんな感じでかなりオーバーサイズの、トレーナーになっております。こんな感じにね着たら可愛いと思います。可愛いですよね。ゼータボーっと着れるトレーナーです。いや、すべて今回もね、だいたい1500円以内のお洋服を買ったので、コートを除いてすべてもうすごくどれもお気に入りです。こんな感じでこんな感じでじゃあ次はですね、アクセサリーを紹介したいと思います。はい、まず今私がねここにカチューシャをしてるんですけど、このカチューシャを買いました。100円くらいでした。100円くらいのカチューシャですね。はい、こんな感じです。で、なんかね、カチューシャってやっぱ痛いからあんまりつけないっていう人がいるんですけど、シーンのカチューシャ自体が結構痛みがあんまりないらしくって、これも、レビューの方に痛みがあんまりないですって書いてあって、これにしました。いろんなカラーがあるのでこれもぜひ見てみてください。続いてはこちらの指輪でございます。こちらもセットで100円ぐらいしかしなかった。びっくりするくらい安いシルバーの指輪でございます。全部セットですね。ちょっと欠点があって、大きすぎます。大きすぎるんで小指とか薬指とかには入りにくいかな。うん、結構人によってだけど、小指には入るものはありませんでした、私は。次はですね、これブラックって書いてあったんですけど、ブラックじゃないよな。うん、じゃん、ピンって言えばいいの、わかんない。はい、ハーフアップにした時にもうただこれだけでバンって止めてもらって、こんな感じの見えるかな、こんな感じのアクセサリーです。これはね70円ぐらいだった気がします。70円ぐらいだったかな。最後はですね、カバンです。カバン、いつも私がシーンで必ず買うカバンです。あ、じゃじゃーん、緑のカバンでございます。こうやってなんかカードケースにも使えそうな小さいなんかポーチじゃないんですけど、なんかがついてるカバンです。緑って今流行ってるじゃないですか。だから結構ね、差し色にもなるのでとても可愛いなと思って買いました。で、大きさ的にはですね、普通に iPhone 化粧ポーチも、小さい化粧ポーチなら入りますし、充電器も入りますし、結構大きさ的にはね、まあ出かける分にはいいんじゃないですかと思います。はい、こんな感じです。はい、皆さん、今回は C の15,000円分を買ったんですけど、コートがね、だいたい4,000円近くだったので、コートでね、ちょっと15,000円分ちょっと高くなっちゃったんですけど、今回 C15,000円分皆さんにお見せしました。今ね、冬服もたくさん毎日新作が出てるので、ぜひ皆さん見てみてください。絶対広告じゃないんでね、自分で大好きだから買ってます。皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。